さすがに早いね。君たちはいつもわしらの予想を上回る速さでやってくる。時間稼ぎに7本の暗黒欄を各地にばらまいておいた。わしらの苦労を笑うようにな。おかげで黄泉様の復活も予定より少し遅れてしまった。しかし、わしらには切り札がある。 この広間に集めた今日の人間たちに協力してもらえれば、その遅れも一気に解消する。黄泉様、人間の絶望する心を存分にお召し上がりくださいませ。さあ、血の祭典の始まりじゃ。万事丸よ、 これで君たちとわしらは五分と五分、勝負は振り出しに戻った。間もなく黄泉様は復活なさる。そうなれば、わしら根の一族の勝ちが決まる。逆に君たちが勝つためには、わしらを倒し、この最後の暗黒乱を切らねばならん。 さあ、万事丸よ。わしらを倒すがよい。しかし、わしらもただ負けるわけにはいかぬ。この日のために、根の一族を材料に実験を重ねた。その答えが、わしらの体内にある。見るがいい。 これが人間の力でできうる限界の形、究極の生命体じゃ。
する。早くその中より出てくださりませ。なんとか間に合ったようだぜ。さあマンジマル、グズグズすんな。この忌々しい暗黒乱をバッサリとやってくんな。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Come on.
Bye.
Thank you.
我はこの地に我がしもべとなりし強き魂を生み出すため降臨せり。我は根を生み出し我が御敵マリは火を生み落とせり。根と火は互いに憎み合い、その争い太古より今に及ぶ。しかれどもその争いも今日限り。我は御敵マリを我が腹中に飲み下したり、もはや我が意志を止める術なし。我が望む時は来たれり。さあ欲するままに生きよ。奪え、殺せ、食え。それこそが自らを高みへと押し上げる唯一の道ではないか。マリの意志、火の一族よ。この麗しき暗黒の夜明けに、その命の最後の輝きをこの黄泉に捧げるのだ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
大いなる闇の前にお前の生みし最後の光は膝を折り今消え去るのだ。Thank you.